大田強しトッパーアーキングエリアは、群馬県大田市にある北関東自動車道のパーキングエリアである。スマートインターチェンジを併設する。北関東自動車道では、最大規模のパーキングエリアであり、設備はサービスエリア並みである。東 PA 及びスマート IC は、当初は北関東自動車道開通と同時に供用される予定だったが、PA は建設費圧縮のために2003年に、 計画が凍結され、スマート IC も2009年に計画が凍結された。ネクスコ東日本は、北関東自動車道の交通量及び橋へ、パーキングエリア、サノ PA の混雑状況を見て、設置の可否を判断するとしていた。その後、北関東道の交通量が予想を大きく上回り、ネクスコ東日本が、周辺パーキングエリアの混雑状況の調査を開始したことから、 群馬県と大田市が建設再開を要望。2013年にはスマート IC の連結許可が決定し、同時に PA も整備されることになった。なお、開業時点で一般道から流入可能なエントランス等の設備の建設も検討されていた。その後をォークインゲートが整備され、2018年12月26日には大田市が整備した。 一般道駐車場の利用が開始された。ハイウェイスタンプはともに、金山城跡である。大田剛とスマートインターチェンジは、大田剛しとパーキングエリアに、併設のスマート IC である。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となっている。ただし、上下線ともに、p l 用後に、スマート IC での流出は不可である。 高崎方面から大田市内方面へ向かう場合は、当スマート IC を利用した方が近い。大田剛とスマートインターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。